西武プリンスドームです。セパ交流戦、埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、ライオンズは先発投手ですよね。はい、カープは連敗してますから、今日はあまり神経質にならず大胆に攻めていってもらいたいですよね。そのあたりも注目。ここで点を取られたくないですね。さあこの場面で打席には6番の鈴木が入っています。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。ここは大きいのを打たれないように注意したいですね。なるほど、真ん中打ちました。さあいい当たりが飛んでいる。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。2対2になりました。ライオンズなおも3塁2塁のピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められています。さあライオンズ一打勝ち越しの場面となっています。こういった場面でのピッチングは後の展開に影響してきますからね、大事にいってほしいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。低め外れています。バッターの鈴木、今シーズンの得点、いい当たり、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、サードランナーがホームに帰っていきました。カープ勝ち越しました。3対2ライオンズ、さらに2塁1塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですがここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでリードを奪われます。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。これが1球目、ジャストに破っていく、センター前、一気にセンターへ、サードランナーホームイン、2塁はセーフ。カープ追加点、6対2になりました。ライオンズさらに満塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしょうね。点が入りました。リードを広げられています。背番号21、トガメがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。あーボールですか。はい、インコース空振り、ワンボールツーストライクです。空振り三振。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですがどういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。これはね、もう本当にバッター打ったー、レフトに大きな打球、打球は伸びている、伸びて、バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー二塁です。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。
がもう一番の敗因でしょうね。そうですね、もうこういう試合になるとどうしてもまあ後手後手に回りますんでね、まあ仕方ないのかなという気がしますけど、そうかもしれませんね。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで西武プリンスドームから失礼します。ご観戦くださいまして誠にありがとうございました。